切るのちっちゃすぎた。切るのちっちゃすぎた。こんばんは、マイハです。マイハです。ピペちゃんです。いちご飴リベンジ。砂糖の量がすごい。ちょっと菜箸で溶かして。すごっ。半分ぐらいいったんじゃないこれ。なんか減ってない気が。いや減ったでしょ。まあこんなもんでしょ。ここで混ぜとけってこと？めっちゃもう超妖怪する。福ちゃんの方が手元が見やすいかもしれん。顔は前歯の方が見やすいけど。よし、こんな。ケーパーどこやったっけ。あっちか。すごい。どう、溶けてる？うん、ちょっと分離してる感もあるけど。めっちゃ、めっちゃ高そう。めっちゃそう、お揃い。そうなんですよ。たまたまですよ。たまたまっていうか同じの持ってた。同じのは持ってたから。そう、合わせた。もう前歯と対戦してる。ありがとうございます。こちらこそ。これ確かあんまり着てないかも。あのね、僕恋公演のね初日をね見に行った時にねこの服着とった。なんかもうこれ以上溶ける気がせんけど。どう？どうだろう。もうねこれから変わってない。オッケー、かけよう。ありがとうね。はい。こっちでいいの？うん。ルームが華やかなんですよ。今日。ふう、ふけた。毎日エンド600日おめでとう。ありがとう。すごすぎ。嬉しい。すごすぎる。今まで50日とかで全部途切れてきたのに。それが言ったの？そう。すごすぎ。ゲストが豪華すぎ。それなぁ。そんなことない。もうもはや一面だよ。なんだかんだよくいる人。切っときますか。どんぐらいあったらいい？うん、机からはみ出たかもしれないから。よいしょ。これ何？あ、端っこか。お菓子あるか。え、これでいいの？もう完璧すぎる。12センチと15センチと18センチがあって、うん、
どれにしたらいいか分かんなかったけど。え、じゃあいちごの元作っとこう、この間に。はい、フエッティ。ありがとう。おとといか先おとといぐらいに葵ちゃんとゆみりんとやったんよ。うん。それが若干うまくいってなかった。でもなんかツイッターで見たときめっちゃうまくいったんかと思った。マジ？でもね、うん、それこそ20分ぐらい作ろうと思ったのに、うん、うまくいったの3本みたいな。あ、そうそうそう。だからまあ切り取れ切り取ればって感じなんやけどね。じゃあ今日はいっぱい食べよう。そう、めっちゃあるよ。これ全部いちご、ぶどう。幸せすぎる。いちご好きにはたまらんわ。ですな。何個ずつ出すね。3本。3個ぐらいかな。こっちか。うん。じゃあちょっとぶどうやるな。オッケー。いちご多めの方がいいよね。でもうん、ぶどう飴は1人2本ずつぐらいでいい。3本、うん、串合うだけ作る。結構あるよ。多い。やばー、嬉しすぎ。いや、今日は成功する気がしてます。前葉さん、はい、私もなんかそんな気がします。前葉がいるから安心だねって言われたら、前葉これ作ったことないよね。いっぱい食べたいけん、はい、頼みましたよ前葉先生。私ですか。私です。頑張ってください。はい、頑張ります。これなんかまっすぐさせんね。難しくない？難しいね。いちご飴といえばパルトなんだけど。え、なんでなんで？パルトめっちゃいちご飴好きなの。そうなんや。なんか一緒にお祭り行って、うん、その時にいちご飴好きなんよねみたいな。急に？うん、買ってて、うん、衝撃受けた。なんでパルトがいちご飴食べたっていいじゃん。なんで？だってパルトがさ、いちご飴好きってさ思わんやん。まあまあ確かに。この人いちご飴好きそうって思ったことないから。まあまあ人生であんまり思わやね。この人いちご飴好きそうって。ひなちゃんはさ、うん、ひなちゃんがさいちご飴買うって言ったらさ、うん、わかるじゃん。まあ好きな食べ物いちごだしね。うん、確かに。びっくりしたもん、めっちゃ。ふくちゃんメイクしてる？え、すごい、600日多めってあるんだ。ありがとうございます。ふくちゃん若干してるよ。マイハがね、あと20分で着くって言ったのにね、その2分後に来たからね。嬉しいですよ、嬉しいですけど、思ったより早かった。思ったより早くて、うん、あ、やばい、まだ顔ができてないってありました。急遽だったんよ。そう、いいよ、マイハやっとく。リップだけ塗ってみた。なんかリップ塗ればメイクするように見えるでしょ。うん、見える。で、人間眉毛とリップよ。え、ちょっといちご作ろう。いちご止める。これいちご全部やるの？いちご全部入れたくない？ OK。 だっていちごの方がなんか映えじゃん。え、なんかこれブヨブヨ、これちょっとやめよう。水分多そう。最悪もう練乳かけて食べるから。 OK。 練乳ないけど。え？いちご砂糖かけて食べたら美味しい。そうな。いちご飴じゃん、もう。あ、ほんとだ。このまま食べても美味しい。いや、絶対美味しいで。すごい、煮立ってるね。これいついいんだろう、わかんないよね。10分ぐらいで、うん、なんかスプーンとか、うん、そういうのでちょっと取って、うん、水につけて、うん、すぐ固まったらいいらしいよ。
できるかな。ちょっとお水汲んでくる。はい。エクイル？アシラ。よいしょ。難しいですよ意外に。この前の反省を生かして比率ちょっと変えてみたし。うわ、いちごめっちゃ綺麗。食べた食べた。なんか一緒にチーズハットク作ったじゃん。作った。なんかあの時前半めっちゃ緊張しとってねえ。え、普通に半年前とかよね。そうでも、うん、ママがそれをいまだになんかあの時はすごいなんか福ちゃんが気を使って話してくれとるのにあんたはって怒られた。なんで全然福ちゃんの方見て話さない。福ちゃんは前半の方見て話してくれとるのにからってずっと怒られた言われてた。あ、そうな、面白お母さん面白いな。ちゃんに気使わせてから。気使ってないよ別に。喋りたがりないよ私は。嬉しい。そうでもさ集中しちゃうね料理配信は。なんかもうせっかく来てくれとってさ、うん、でも福ちゃんのファンの人はもう神のように扱ってくれるじゃん。前半のことでしょ。そう、森下家がいたら料理ができるっていう安心感があるけ。それもうめっちゃもう緊張して、うん、あ、そっか、自分が何とかさないかみたいな。そう、こう失敗したらやばいと。このでかいガキを何とかしろと。そんなこと言ってないけど。結構あるよこれ。私夜ご飯食べた？食べてない。朝からね、うん、食べたのね、うん、あれ幸せバターのポテトチップスだけ。何も食べ物がなくて家に。え、あ、今買い物行ってなさすぎて。うん、なるほどね。そうそう、毎日誰かとなんかしてるんけど、何もまともなものを食べてない。なるほどね。あ、前はちょっと夜ご飯食べた瞬間来ちゃった。え、食べたの？うん、何食べたの？え、お母さんの手料理食べた？うん、持ってきてよ。ごめん、持ってきて。ちょっといい、これぐらいしたく。じゃまずいいよ食べて。それを食べよう。どうも。幸せ。すごいね、豪華だね部屋が。うん。私誕生日かなと思った今。あれって。すごい。これまだ？え、わかんない。このすくってこっちにシュッて入れて、うん、すぐ固まったらもうつけて OK らしいよ。じゃあまだだね多分これ。とろみがさそうじゃない？やってみる？かき混ぜないようにね。 OK。 絶対まだじゃん。まだまだだね。フィッシュありますよ。すいません。はい、なんか量が多いけん、ちょっと時間かかりそう。でもこんだけ大量にあるけんね。確かに。写真撮っとこう。え、毎日ショールーム9時までやんな。うん、9時まで。それまでにできますよ。もしできんかったら、ここで配信してます。あの、隣で食べるね。画面外で？うん、画面外で食べる。ちょっと前の鍋かの。私なんかほとんど映ってないよね。うん、全然いても映んないこと多いね。うん、いることは結構あるけど、うん、ここでやってくれるいろいろ。え、あ、これが余ったら、うん、なんかクッキングペーパーにヒューって落としてちっちゃいのも作りたいっていうぐらいの妄想をしとったよこの前は。葵ちゃんたちとも。けど葵ちゃんたちとそんなことも言おったのに、うん、全然もうダメだった。ダメ、本当にダメだった。べっこう飴ね。べっこう飴も作りたい。
でもなんかショールームやってなくてさ、うん、ご飯食べるって結構あるよね。あるメンバーあるある。なんでかっていうと、うん、そんなに常にメイクはしない確かに不意に思いついてやったりね。そう、早く食べたいぶどうめっちゃ美味しいで。なんかそろそろとろとろってしてそう、うん、もうちょっとかな。うまっ。いけるんちゃうって言ってる。うそ、やってみよう。もう一回ね。焦りは気持ちやけ。そう、まだだね。もうちょっと、もうちょいだね、うん、もう少しだって。ほんともうちょっとって感じ。これなんと下もお揃いやけん。ほらちょっと形違いなんやけど、柄は一緒。イエーイ。え、これもサマーキスだっけ。いや、違うと思う。これなんだっけ、アンクルージュかな。これなんだっけ、なんだっけ、カニシナモンじゃないっけ。え、そうだっけ、違うっけしかもこれたまたまだよね。そう、私が、うん、僕恋公園見に行って行った時に、うん、これを着てて、うん、くちゃんが、うん、それ持ってるって。そう、持ってるの。びっくりした。しかも上下持ってるの。びっくりした。めちゃびっくり。ね、おそろっち。これがサンキスで、こっちがハニシナモンか。な気がする。だな、多分。え、なんか成功の匂いがしてきた。やっぱマイハがいるといけるんだね。そうだよそうだよ、自信持ってこね。タコタコありがとう。固まったよ。え、嘘。え、来た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 。よし、じゃあもうここからは時間のとの戦い。オッケー。これ絶対さ足りんよね。え、雨が？うん、クッキングシート。スペースが？え、ちょっとやってみていい？いいよ。で、すくってあげた方がいいかな。すくわない方がいい。すくった方がいい。傾けよ。はいはいはい。え、私傾けるかカリカリ。かけるの前は。あ、オッケー。私サポートに回る。はい。あ、できそう。よさげ。もう混ぜる、混ぜちゃうからそれで。刺さってやろう全部。はい、はい、いいよいいよ。いい感じ。いいよいいよ。ああいいよいいよ。うわ、雨が分厚いと噛み切れないらしいから、うん、もうそれは別にしよう。よき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 、よすぎるよすぎる。よかった、よすぎるよこんな必死になってお料理することない。いや本当、もうだって時間との勝負じゃん。固まっちゃうから、しかも結晶化しちゃうから、あんまり刺激を加えると砂糖が。やばいやばい、やらないのもうもういい、絶対に失敗したくないから自分ではしないこれ失敗したらやばいじゃん。え、なんかできる気がする。ね、いけると思う、これ絶対にいける。え、興奮してきた。もういいよ、もう机とかペタペタにしていいから。え、これ邪魔だよね、さっきからめっちゃ。あ、そう、やつやつ。あ、そう、ごめん、ごめん。熱い熱い。うん、熱い手が、うん、やけどしちゃった。うん、ごめんごめんごめん。マイハのね、セーターがやばい。ほんと？うん、雨でべちゃべちゃ。これ洗ってもらって、帰って。オッケー。
うん、私もやばい。よいしょ。痛い。いい感じよ。かかってる。よいしょ。その黒い紐邪魔だね。いける？ああ、うん。楽しい。よかった。楽しい。よいしょ。おお、ぶどうやる？ちょっと、すげえ。最初から全部やらん方がよかったね。なんで？失敗したらあれじゃん。フルーツがなくなる？うん。嘘。失敗するかな？え、成功してるよ！本当に？うん、やった！あ、人生って最高！ありがとう。クッキングシートが足りないね。いける？あ、でもとりあえずこれだけやっとく。いや、全部やる。全部やる。もうこの3つはできない。オッケー。落ちちゃった。嬉しい。くっついちゃう。どこに置いたらいい？とりあえずそこ。はい、大丈夫？ちょっとフレームアウトします。やばい、結晶化してきた。やばい、固まる。2つしかついてない。固まってるね。やめとく。1回ぶどうも1個、ぶどうも1個、もうちょっと重いや。あ、オッケー。イエーイ。もうセーターパリパリ。私も作れる。それで、いや、ちょっとやめとく。オッケー。セーターが雨だ。まあいいや、うん、よし来た。これ私の足の上で雨が固まってる。え、熱くなかった？大丈夫？うん、大丈夫。めっちゃ指熱かったよ。熱かった。え、これいけるかな。さあ。ちょっと綺麗だから写真撮って。やばー。え、映えてる。え、映えてるよね。これは映えでしょ。え、かわいい。映えじゃん。映えだよ。三ツ矢サイダーのやつ剥がさなきゃ。三ツ矢サイダーって言っちゃったけど。ここ？うん。よし。え、これ三ツ矢サイダーに入れたら映えるんじゃね？え？あれできるんじゃない？フルーツポンチみたいな。確かに。なんかさ、お皿にフルーツ乗せてさ、真ん中にさ、これやってメントス入れてなんかシュワーみたいな。YouTuber じゃん。ちょっとこれを使いのけます。え、すごい結晶化って。これ熱いから気をつけてね。はい、よいしょ。楽しい。よっしゃ。気合が入りすぎて熱くなってきてしまった。よいしょ。イエーイ。わ、すごいね、これ。すごいね。で、じゃん。見せよ。よいしょ。じゃじゃん。じゃん。全然なんか、いちご飴作りますって言って全然見せてなかった。すごい。すごすぎる。やばい、映えてる、めっちゃ映えてる。
すごすぎる。え、ちょっと一個食べてみない？食べるかも。え、食べれないの？まだいけそうね、なんか食べれそう。多分こっちが先に作った方。え、どっち？こんなつか。あ、じゃあこっちだ。こっち。あ、でもね、うん、ちょっと、もうちょい冷ました方がいいわ。オッケー。嬉しい。やっぱ分量が重要。めうん。ちょっと指冷ましてくれちゃった。うん、全然大丈夫だけど一応ね。ごめんそう。ごめんね。初生産がやばい。それな。すみません、福ちゃんファンの皆さん。よいしょ。楽しい。ごめんなさい。福ちゃんのやけどを負わせてしまった。マサ先生のおかげです。嬉しい、ありがとうございます。600回で超ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。楽しい。マジこれ食べきれるん？え、食べきれる？え、食べきれるでしょ。美味しいんだよ、だって一ガーメン食べ放題って女子の夢じゃん。確かに、屋台で買ったらこんなに買えないもんね。そうだよ、1歩だって1個300円とかするでしょ。うん、ワクワクすぎる。え、固まってるこれ。うん、泡になりそうよ。最高、テンション上がる。ありがとう、嬉しい。え、この端っこの飴さ、美味しくない？うん、めっちゃ歯にくっついた。おいしい。よかった、できて。ワクワク。え、これ以上固まらないとかある？いや、多分まだ熱持ってるから、ぬくいもん若干。おいしい。めっちゃ綺麗。輝いてる。見た目が全然違う。そうなんだよ、この前と見た目が全然違う。え、そうなの？うん。飴が美味しい。え、うん、うん、これ美味しいよ。なんか違う、こっちと結晶化してるやつ。うん、氷砂糖的な。うん、それ食べたことないけど。え、氷砂糖。うん、でも多分そう。おいしい。サクサクしてる。なんか最近メンバーみんなやってるよね、一応。ごめん、うん、やりたかった。アリちゃんの場合だっけ。アイちゃんとかもやりたいな。ね。今流行ってるよね。ぶどうとイチゴだよ。最高。こんな感じ。飴美味しい。夜ご飯なだった。夜ご飯はね、なんか餃子の皮にウインナーとかチーズとか巻いたやつと、うん、え、うまそう。あとホタテの磯辺揚げ。え、うまそう。え、それって親が作るの？うん、あとお肉だった。え、料理配信のためとかじゃなくて普通に作るの？うん。え、え、すごっ、
すごすぎ。なんかね、ずっとね、お料理作りよったよ、最近。前は？うん。うん。ちょっと、最近やってない。今度、肉団子作りに来るね、じゃん。今日今からうん。肉じゃが食べたい。肉じゃががね、多分ね、ふくちゃんじゃないでしょ、調味料が。コースメスープあるよ。違う？うん。かつおだし。何がいるの？みりん？何がいる？醤油と、うん、酒と、うん、みりんと、うん、あとなんか和風だしみたいなやつ。ない、全然ない。全然ないわ。ねえ、肉じゃが食べたくなってきた。今日の夜ご飯どうしよう。絶対お腹いっぱいになるってこれで。嘘。なるよ。めっちゃダイエットじゃん、今度。すごい。いちごだよ、だって。周りにかかっとるものがすごすぎん。でも砂糖って粉だから大丈夫でしょ。粉だよ。粉だからよくない？確かに。砂糖ってカロリーある？うわ、100g あたり 400kcal だって。だから 500g 弱入れたから 2000kcal って何？やばっ。ほら、でも、うん、鍋にほぼ残ってるから、だってか鍋に水ちゃって入れといてくれん。固まりそう。大丈夫、マイハ太らない。待って、ん？鍋に水入れたら固まるくない？うん、固まんない。本当に？うん、よかった。飴美味しいんだけど、お腹空いてるからもうダメだ。もういけんねん。うん、それやばいね。でも美味しそう。早く写真撮りたい。これ持って可愛くキワキワな感じで撮りたい。撮ろう。でも撮れない、キワキワには。写真送って、後で送る。やば。100g。 最近めっちゃカメラが曇るんよね。もう iPhone11 にしたい。え？したくない？11か、もう前歯。え、前歯 10よ。 10R10R？ うん、一緒じゃん。10R3D タッチできるのちょっときつくない？できるってこの前話すじゃん。なんで怒るの？怒るでほしい。怒るの嫌だ。怖い。だってできるの。できない？できない、できないでしょ。できる。できん。なんか、うん、前、うん、ロケした時に、うん、あの、それ女の子と言ってたの、口だけど。だから朝、なんかで更新でできるようになるっぽいよって言って、え、感動って言ったの覚えてない？全然覚えてないわ。感動とか言いながら全然覚え、多分、話聞いてなかっただろうね。本当？なんかアップデートあるじゃん。うん、あれさ、できるようになったよ、前は。あれうま。結構前、結構前だけど。え、前はできなかった？うん。最近できるようになった。前は買った時はできなかったけど、うん。最近、うん。できるようになった？できるようになったよ。いいよ、食べて。うん、うん。氷だ、そうだ。カロリー食べてる。マメ、ほんまだね。うん。うん。絶対美味しい。結構すごくない？マメ、あれ。600日おめ。ああ、すごいな。ありがとうございます。うまっ。福ちゃんの方の前のスカート危ない。あ、ありがとうございます。本当だ、スカートがやばい。
良い。コーヒーに入れる砂糖あるじゃん、角砂糖、うんうん、あれの味がする。あー味違うのこれと。うん、だ食感が舌触りがっていうか。あじゃあこれも違うんだね。うん、楽しみ。まだ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 だよ。冷蔵庫入れる？入れる。結構冷蔵庫入れるって言おうとしたんだよね序盤に、うんうん、なんかめんどくさいから黙っといたの。どうする？冷蔵庫入れた方が早く食べれそうよね。うん、どうする？入れてくるね。私も入れます。あ大丈夫、そっちは大丈夫。よいしょ。で冷蔵庫のスペース開けとくわ。じゃあ OK、うん、開いたら持っていくね。そうそう、でもちょっと持っていくの大変。持っていこうとすると大変。んどうしたの？持っていくの大変だね。お盆みたいなやつがあったらいいんだけど、なさそう。スカッコがよく似てる。ちゃんかわ、めっちゃかわいいじゃん。開いたー。はい。行ってきます。短い。10分は私作ったことないよね。うん、こっちの方固まるの早いのかな。うん、この夢って感じ。やばえ、買った。え、こっちの方が硬そう。いちごからありえん落としとる。確かに。ああ、うん。いちごはね。自撮りしよう、自撮り。え、なんか画面曇ってない？気のせい？画面曇ってるかもしれんけど、私結構好き。フィルターみたいで。うん、ほんと。これどうやったら全身入んの？あ、タイマーにすれば映るんじゃない？映りそう。タイマー3秒7秒。うん、ここに置いて、うん、立つ。入るかな。映る。あ、映りすぎるわ。もう膝立ちでいい、膝立ちでいい。ほら、膝立ちでよくない？ね？うん。5、4、3、2、1。なんか双子ポーズみたいなのない？なんか TikTok 的なポーズない？なんか今時の人わかるやん、そういうの。いや、これ私さ、うん、これがまたね、うん、アリノンにね、古いって言われるよね、前。え、前の人やろ。いや、そうなんや。なんか、うん、なんかないんやか。え
派作る。どういう派と？あ、天才。あ、こんなんでよかった。うん。三、二、一。大丈夫、腹見えてなかった私。お腹が見えてた可能性がある。あ、こしよ。うん。あとは？あとは？いつ食べてるんだろう。食べた。え、すごい。もうちょっとマイハ探さ、マイハ下がんないで。マイハ顔ちっちゃいんだから同じに合わせよ。顔小さい。いや、顔小さいやん。顔小さい。じゃあごめんね。一緒にゲームしたかった。それなら動画に結構進めて。私、私は進んだ結構。マジ？うん。え、進んだうちに入らんわ。じゃあ私はその前派の。かわめっちゃかわいいじゃん。カメラ。え、これ、うん、どう思う？え、一回食べてみる？え、これを？うん、この白いやつ？なんか下がちょっと濡れてるけど、私のやつ。え、でもなんかやっぱね、写真はね、真っ赤な、あとさっきの透明の方が映えるくない？確かに。ちょっとじゃあこれは失敗作として食べる。うん、そうだね、これ絶対失敗してるよね。うん。え、失敗？これは、これは、うん、時間との勝負に負けたイチゴたちやな。え、かっこいい。何それ。いや、正解。いただきます。うん、任せろ任せろ。なんて言ってるの。うん、いける。うん、時間との勝負に負けてる。あ、なるほど。うん、負けてるでしょ。うん。甘っ。甘いね。うん、なんかやっぱ違うね。もういいかな、まだかな、まだかな。でも入れたのさっき。もう20分ぐらい待った気がするけど。嘘。いや、10分しかなって、あと5分。じゃあ半まで待とう。半まで。オッケー。今25分だから、ね、ってか、あと25、あと30分しか配信できないだったら。うん、入れたばっかだよ。だってバリバリしてた。バリバリってかね、ザラザラしてた。うん、なんかザク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 してて、しかもイチゴと分離してたよね。もうね、もう袖についたイチゴもね、硬い、粉に戻ってる。逆に、うん、取られやすいかもね。逆に確かに。砂糖、砂糖、あら、もう大変だねこれ。砂糖を最後。意外と取れるよ。ほんと？うん、そんな気がしてる。そうだった気がする。あんま覚えてないけど。味わいかった。うん、これ600日はさ、601日はもうこの背景じゃないってこと？600日目だけじゃない？あ、悲しい。そっか、でもそうじゃないと601日おめでとうになっちゃうか。うん、まだかな。あと1分しか経ってない。まだまだ1分しか経ってない。
毎日あるね、うん、絶対ホテルでね、うん、寝坊して途切れるんよね。あもう4回ぐらいね始まった時から多分毎日配信してるんよ、うん、オーディションの時から毎日配信してるんだけど、うんうんうん、全部ホテルで終わった。今やっと長続きしてる。えらいじゃん。え、600円ちょっとやって2年でしょほぼ。うん、やば。夏ぐらい2年になるんだっけ。アバター作れるんじゃね。アバター作った？記念配信もしてないよね。ああ、途中からなんかもう記念配信なくなったもんね。そうなんよだからまあ多すぎるやろね毎日アイドルが。確かに。どうなんだ。増えたっていうか、めっちゃ多いね。マヒちゃんぐらい以降やってないよね多分。やってないね。ね。できたらいいのにね。でも今はいいだろうね。でもアリちゃんとかさ2年でやったよね確か。あ、そうなの。確かそうだった気がする。うん。ベア、ヨタドット番組ありがとう。嬉しい。福ちゃん家来たらなんか落ち着く。だってさ第二の家みたいなとこない。うん。そうなんよ。週1回ぐらい来てるよね。めっちゃ来てる。だっていつ行ってもなんかいいよみたいな。そう、いつでも来て本当にって言うけど本当にいつでも来てっていうタイプだよね。え、本当になんかいいよいつでも来てって言うけどさ、うん、なかなか別にいつでも行くのはちょっと申し訳ないみたいな。あ、だいたいいつでもはあの何お世辞なんて言うんだっけ。そう、なんだっけ、世間知らず、なんて言うんだっけ、世間話、あふれこれ天才社交辞令って思われがちやん。うん、いつでもいいよって。そう、私最初そうだと思ってた。本当にいつでもいい。マジで。だってこれ決まったのだってさっきよ。え、本当30分なんかいちご飴いいなみたいな、マイハム作りたいみたいな言ったら、あ、今日作るみたいなめっちゃ秒で決まった。そう、秒で来たね、うん、マジでいつでも。マジメンバーに合鍵渡しときても社交辞令、社交辞令って NG ワードなの？マジか。なんで？いろんなところにも雨がついてるね。私もなんか部屋がしばらくベタベタな気がするそれもまた思い出、うん、かっこいいそれもまた思い出よ。え、待って、あと1分。オッケー。え、あと10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、いくぞ。わーい。あ、でも今食べたんで、イチゴがちょうどよくていい感じよ。本当？うん。はい、見ていこう。本があるんだね。本がある部屋に。びっくり。どうだ。できた。まだ？こっち行けるかも。わかんないけど。え、もしかしてさ、もうこれ以上固まらないとかある？え、でも、イチゴ飴の失敗リストみたいなんで、うん、固まらないっていうのは結構あるらしい。え、おいしいです。最悪冷凍庫に。ちょっと、で、前の配信が終わっちゃうもんだって。水飴なんだけど。あ、そう、2個しか付いてないじゃん。ここにある。あ、そうそう、一回食べてみる？うん。いただきます。うん？うん？
味しいよ。めっちゃめっちゃ美味しい。普通にちっちゃいでなかなか喋れなかった。いやそう。味はめっちゃいい。うん。固まもうちょっと固まれば。うん。今固まってなかったらもう固まりませんだって。え？え？冷凍庫入れる。冷凍庫で固まるもんな。え、固まんないかな。一応水分みたいな感じで固まるかなって思ったけど。ググロどう？パリってやりたいのよ。うん。冷たくなるだけ。いちご飴は固まらない対処法だって。この状態からいくら待っても冷やしても残念ながら固まることはありませんでした。うん、え、どういうこと？難しくない？うん、やっぱあれが悪かったかな、水が多かったかな。いや水多くないよ。多くないよね。うん、砂糖めっちゃ多かったもんね、だって。うん、弱火でじっくりやったよね。混ぜなかったよね、絶対に。うん、混ぜてない。いちごその水分拭いたよね。うん、ピエン。パリパリしたい。え、難しい。めっちゃ難しいね。うん、ママ連れてくるべきやったかな。パリパリならんね。なんかある？いいの？ない。もうイチゴがくっついて。実は砂糖と水の割合はイチゴ飴の飴が固まらない原因になりにくいのです。うん、めっちゃ手がベタベタしてる。なんなら水と砂糖4対1で水はちょっと多くても OK だって。あれ、なんで。うん、ありちゃんたち成功したんかな。ね。そらはちゃんに聞く。うん、もう成功した人に聞いてもさ、レシピ通りにやったら成功したよって言われて終わりだよね。うん、確かにね。今もうこれ配信中なの忘れて本気で考えてるから。え、ぶどう飴行ってみる。え、うん、これはいけそうじゃない。いやでも飴の成分一緒か。でもさ、あのぶどうの方が水分出にくいくない？確かに。いただきます。ぶどううまいね。うん。ぶどうが美味しい。飴かけるタイミング早かったかな、ちょっと。もうちょい煮詰めたほうが良かったかな。そういうことかな。失敗点でもそこしかないね。そうだよね。失敗するところが他にない。
テンション下がった。下がってない、下がってない。これはこれで美味しいじゃん。確かに。そう思いません？うん。ハチさん。全然美味しい。ハチさん。ハチさん。いける。いけるよな。うん、全然いける。めっちゃ成功させてドヤ顔するつもりだったのに。水飴だな。いちごの水飴をかけて思えばいいんじゃない。確かに。めっちゃ歯につくけど全然喋れない。何とも言えん空気。ザイカが5回失敗したって言った。4回失敗して5回目の成功したって言ったの。アリちゃんは30分ぐらい寝てみたらしいよ。だってちょっと早かったね。じゃあせっかちだった。もうちょっとあるけど。もうちょっとあるよ。やる？いちごあと1個ずつある。やる？やる？やりたい？めんどくさいかも正直。どうやってもいいよね。ちょっと一回家でやってくるわ。前半なんでそうなるの。次一緒にやる。違う、それ私がめんどくさかったからじゃん今。え、カッパミセ食べる？オッケー。まあまあ、次一緒にやる。また30分ぐらい煮詰めて、うん、もう一回リベンジする。うん、オッケー。一回練習しとんで。オッケー。 いい、自分で練習する。自分で練習する。それか誰かと、まだ料理できる誰かに聞く。アリちゃんに聞く。一緒に練習する。それか。うん、そうしよう。いつする？いつか。いつでも。うん。めっちゃ可愛いじゃん。悲しい。でも今からもう一回してる。もう一回ね。それもうこんだけのためにやるのがめんどくさいだけ。確かに。もう一回すると前派の配信やってられちゃう。確かに。ちょっと一回歯磨きしてきていい？どうぞ。こう入れ歯のように飴がすごいよね。全然取れんじゃん。めっちゃみたいな。本当に全然取れんじゃん。つないどこ。うん、つないで。はい。さあ、ということで。めっちゃ可愛いじゃん。くちゃん可愛すぎ。めっちゃドヤ顔さするつもりで私来たのにさ。ちょっと次ね、またやりましょう。私結構好きやけどね。口に吸えたら取れた。うん、これ飴の威力半端ないわ。でもさ、ちょっと一画目キャピーみたいな写真撮った方がいいじゃん。オッケー。ベロと歯のここの上で潰して食べると歯につかないよ。そんなね、あの失敗した一画目の食べ方のコツとかいいっけ。ちょっとどれがいいんかな。この2つぐらいが光沢がいいよね、多分。これ表側を見せれば、下側も別くなっちゃうよね。抜ける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 。あー抜ける。あーすごいすごい。これはこれでちょっと映えそう、なんか。うん、すごいことに、なんかこういう飴細工あるよね。あるね。
うまいこと見えん角度姉がの色彩がすごすぎて自分らの顔の色がなく見えそうでも綺麗綺麗めっちゃ綺麗あでもぽいぽいぽいえなんかさあ、うん、ダメだ今日今日ダメだ本当に今日顔パンパンなんだけど寝すぎかな私も今日顔パンパンだったえ下がったでしょ今映ろうとしただけじゃん絶対下がった映ろうとしただけよいしょ難しいあ7秒もかかるめっちゃ首詰まってるみたいなね私も首がめちゃ短く見えるあでもそういう服なんかまあモックネックっていうの なんていうんだ分かんないけど待ってちょっと置いて撮らないカメラうんどうしようちょっと置いて撮ること時、うん、よいしょあまあすごい櫛が映ってるけど何この櫛これ画面見たらめっちゃ画面使い 上に見えるな目線があでもこっちの方がよくない自撮りより7秒アンパンもしようあとはあとはわいや顔がちっちゃいあ、わかったわかったはいと、取れたかな7秒わかんないドリを見つらつけられているファンの人たちラストオッケーオッケーパーペキパーペキもうこれで完璧っしょ自撮りしとかなくていいえ始めるのよくなくていい自撮りあ、大丈夫よねはいはいはい、こっち向いて3、2、1、ピッ3、2、1、はい、自撮り完成ありがとう優しいいただきますうんおいしいねでも、うん、普通に、うん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 、歯にすごいつく。パリってならないんだけど味は美味しい、うん、飲み物買ってきてよかったうんありがとううん、え次成功させようねうんこれも成功っちゃ成功よ確かに失敗ではないうん
け。うん。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいよね。いつかそれ挑戦する。するよ。絶対。めっちゃ詰まる。ごめん。今ね。うん。踊ってた。ほんの字の変と踊ってた。え、すごい。わかる？これそれ。ほんの字の変。ほんの字の変。ほんの字の変。のせのへん1582年ってそこやってた1582年ほんだねえに踊ったひろき織田さんが家臣の明智に縛かれる話どうしてで、ね、まだどうしてでしょ、うん、どうしてどうしてどうしてなんだっけもう分かんなく忘れてた急にそれ思い出してこう私千利休めっちゃ好きだった。何なんだっけどんなんだっけすごいよねあれ、うん、めっちゃ面白いね、うん、大好きだったよめっちゃ、うん、はあ、普通に美味しいから、うん、最高成功でした動物の森の拍手動物の森のびっくりお花出てるやつ胸のアイソレーションが上手あと椅子に座ってるのに後ろボタンを押した時ポン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 。いや私がめっちゃ初期の頃にさ、うん、どうもりの ATM の真似してたの知ってる？知らない。え、知ってる絶対見たことある。やってみてやってみて。0、9、8、7、7、6。え？知らないんだけど。いや、あとこれもやってた。はいはいはい。どうもりのリンゴ拾ってしまう時の真似。でもこの音なくなっちゃったね、今回。わかる。え、でも今ないじゃん、この音。うん。古いの。私の古い音。いやいや。私も知ってるから大丈夫。本当？うん。どうもにやってる一つの理由が、うん、そのモノマネをリニューアルしなきゃいけないなっていうところもある。全然浸透しないよね。全然知らんかったけどそのモノマネ、うん。結構やってたんだよ。いつ？もう初期最初の TDC ぐらいの時期にいろんなところでやってた本当に。本当に？こうでもテレビでもなんか。あまりさ喋ったことなかったよね。そんなことないよ。いやその頃私がじゃあ、出てこいやってやってたの知ってる？知らせしてる。それは知っとんかい。なんでそれは知ってるの？それ知ってるわ。なんでそれは知ってんの？でもそんな、なんか、あ、やってたって言われたら、あ、知ってるかも、ぐらい。うん。でも浸透しなかった。やってたよね。いや、浸透しなかったからやめたの。なるほどね。面白いね。楽しいよ。しゃべちゃんと喋ってるの。すごい楽しい。こんな感じですよ、人生。もうあと9分に切れるよ。やば。早いね。早。あ、でも思ったよりなくなってる。雨。雨？あ。思ったよりなくなってる。いちご雨？うん。え、そうなの？意外と美味しいからパクパク食べてるのよ、さっきから。結構。わかるこの気持ち。うん。
食べると喋れなくなっちゃう。もうもう。美味しい。あともうちょいイチゴの水分飛ばした方が良かったかな。結構水出てきてるよねイチゴの。確かに。ていうかイチゴが美味しい。イチゴって美味しいね。うん。食べ方のコツつかんだわ。うん。面白いやつ？うん。おすすめ。あ、1個しか出てなかった。おいしい。うん。じゃあポップコーン持ってきてあげたらよかったね。なんで？キャラメルポップコーン作れた。ヒラメ？キャラメルポップコーン。ん？どこにあんの？なんかね、ポップコーンの種あるじゃん。うん。でポップコーン作って、うん、バターとかマーガリンと水と砂糖でキャラメルポップコーンできるんや。え？キャラメルを作るってこと？うん。キャラメルって作れるの？キャラメルって。キャラメルの木からなってるんじゃなくて、ごめんこれ結構本気で言ってんだけど、うん、キャラメルってキャラメル、なんか蜂蜜は蜂の蜜じゃん、うん、メープルは木の蜜じゃん、うん、キャラメルはキャラメルの木みたいなやつ の蜜じゃないの。キャラメルは別なの。あーキャラメルは、うん、作れるの、その飴的な感じで。うん、作れる作れる。うーん、でもわかんない、本当にキャラメルの木みたいなやつがあるかどうかはわからんけど、うん、うちの家で作れるキャラメルポップコーンは。え、マイハンチはキャラメルの木があるってこと？いや、マイハンチは、うん、あのマーガリンと砂糖と水で作る、うん、ちょググっていい？うん。え、マジで？キャラメルって植物じゃないの？だってキャラメルの絵ってさ、なんか四角いじゃん、こう、うんうん、これキャラメルの実だと思ってた。え、どういうこと？違う、それを生成して、ああいうふうにせん、うん、キャラメル元。あ、なるほどね。キャラメル作り方。キャラメルえ、そんなことな、ある？でも前配信で作ったの、前は。ええ、生クリームとかでできるの？生クリーム使うのもできるよ。牛乳、砂糖、蜂蜜、バニラオイル、あ、なんかあのお菓子としてキャラメル作るのもできる。うん、びっくり。お菓子として作る、なんかバレンタインとかで入ってるやつはそうやって作る。え、キャラメルってこうやって人間が作り出すんだね。自然じゃなくて。ああ、うん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 、多分そうなんだと思う。キャラメルって美味しいから大好き。よかった。スタバで頼むの絶対キャラメルラテかキャラメルマキアートみたいなやつか、うん、なんかそういう系、キャラメル、なんていうの、キャラメルかかってるやつ、系が好き。キャラメル美味しいよね。え、美味しい。作れるの？作る。あ、作って。オッケー。手土産で持ってくる。え、手土産でキャラメル？もう。え、ポップコーン好き？うん、マジで好き。あ、よかった。え、はい。はい。ポップコーン作って2つに分けて、うん、塩のやつと。うん。キャラメルのやつ作ろう。うん、オッケー。よっしゃー。あ、ほかちゃん一緒に作りない？手土産がいい。オッケー。いや、本当は配信でしたいけど、うん、どう思う？でも、やけどする？やけどしないかも。え、どうやって作るの、ポップコーンって？油入れて、うん、種入れて、うん、火にかけて、うん、蓋して待っとく。あ、でもこの鍋、蓋なくしてる。いや、蓋ないんだ。買うわ、新しく鍋。かかった。ポップコーン作るために、うん。糸番。男女読むっていうか、まあ、あ、いや、男女読んだ方がいいかも。56分だから。あ、やばいわ、うん、いやいや、いろいろ教えてくれてありがとう。いい、全然。よし、じゃあ清一さん来たらマジ13、13、
中3ゆうさん、ありがとうございます。中2みかんちゃん、マネージャーのルペカリチョミと歌う子で可愛い一番食べ、ありがとうでしょ。ひなこ来てるな、なんかついてる、なんか何これ、恥ずかしい。じゅうちぇしてるさぎちゃん、ありがとうございます。ひなこ、ここ、ここ、ちょい、頑張れ、ありがとうございます。あとず、あ、すいません。ひさし、ありがとう。まやち、れんのさん、ありがとうございます。なめい、ふとうみさん、ありがとうございます。今日俺だからビギナー、まやちゃんとルペカリちゃんのネット、マジふくちゃんとコラボ配信もありがとうだって、イエーイ、イエー、最高で2人とも可愛すぎる。すごっ、やってよ、福ちゃん。一応ママ失敗してないよ。あ、いつくわ。ありがとうございます。クイヨッシーさん、シクヨクイ、ヨッシー楽しい走、ありがとう。マッパシャ一緒ついてきます。あ、ありがとう。イエイ、うん、ヨヨマキさん、ありがとうございました。ヨリちゃん、ありがとうございます。2位、朝のっち、毎日で600円とおめでとう。この話楽しかったよ。今日も話大好き、ありがとう。いえ、第1位、ももさん、ありがとうございます。スペシャルゲストが全然読めてないんですけど、ありがとうございました。うっさ、ありがとう。星投げ感動コメントもありがとうございました。来てくれてありがとうございます。7899人の皆さん、ありがとうございました。よかったらフォローよろしくお願いします。では皆さん、今日も一日お疲れーション。はい、何そんなのあるの。そんなのあるの。ごめんごめん、どうぞどうぞ。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。福ちゃん、ありがとう。こちらこそ、お借りしました、マリハを。バイバーイ。レーション、疲れーション。終わった終わった。え、ひなこ来てるらしいよ。マジ、うん、やば、9時前、9時、え、そうか、ここにもダメなのか、そう、そうだよね、そう、そらそう、9時、9時、あと15秒だけ、あと15秒、マイハでした。ありがとうございました。またまた、多分本当に近いうちに塗りましょう、またやばい、あと7秒。え、なんか悲しくなってきちゃった。この後男女読むわ。オッケー、うん、お疲れーション、いつかレーション、え、何それ、初めて見たんだけど。今日も一日お疲れレーションだよ、レーション。あ、さよなら。ありがとう。はい、はい、というわけで終わりたいと思います。ひなこ来たのすごくない。今日赤を抜いたからビギナーなんだけど、笑ってきてるけどさ、いや、入れとけや。そう、ひなこね、ありがとう。誕生日にも電話くれたりとか。うん。ピナコちゃん、もう消してもうたもん。あ、よい。うん。でしょ。いちご飴でした、皆さん。いちご飴。まあ、成功というか、失敗というか。楽しかったです、おかげさまで。今日は口の中が飴です。マイハの連絡先消えたから、明かりくださいだって。送ってきます。なんでなんで消えた。ここ取る、ここ取るや、マイハが。悲しい。でも分かる、なんか LINE ってさ、気づいたら消えてるくない。うん、消えてるね。次は固めような。固めよう。30分ね。うん。壇上読もう。ありがとうございました、皆さん。このタイムスクラブランキング読みます。えい。あ、これ。よいしょ。コメントとかありがとう。青鬼よし、マイハ先生ありがとう。配信楽しかったです。失敗ではないので次の展開もします。そう、失敗ではない、ポジティブシンキング。海、ありがとう。ん、入れ替わってる。1回13位から。アーツ、ありがとう。
ガラナ、ありがとう。カンズ、ありがとう。金本先生、自宅療養中、ありがとう。ちょんまげ、配信ありがとう。お疲れ様でした。お疲れんかーん。オースキャットマーク、ウーマー、ありがとう。マルセマル、ありがとう。ウータ、めちゃくちゃ歯磨き大事習慣やな。そう、毎日なんか甘いものばっか食べてる。ノナメ、ありがとう。カリメロ、ありがとう。仕上げまさき、一画目で見てなんだよね。こうだったらカホちゃん呼んでくるしか。お疲れっしょー、お疲れっしょー。マイキー、仕事で愛媛来てるんだけど、香川通ったら福田が会いたさました。早くイベントで行きたいな。ねえ、イベントしたいね。マイハかわいい。ありがとう。1位は、ブッチアンチクフンのコテン。リベンジ成功、おめでとう。やけどお大事に。大丈夫です。全然余裕のよっちゃん。マイハお姉、マイハお姉ちゃん、いつもありがとう。6歳年下のお姉ちゃんです。はい。というわけで、皆さん、コメントギフトなど、星とかもありがとうございました。ではでは、今日はマイハと、いちご飴を。すごい今日はね、作ったんですけど、まあつやつやで可愛くできました。それでは私がふくだわって言ったらシャトーチって言ってください。アニオサトーふくだわスポーチースポーチーはい、サンドでメッシュアイドンネキョイ外見出身なくちゃんことふくだかりでした。はい、皆さんお疲れんこやしみずみです。この後メール送ります。ではお疲れでしょうはい、バイバイ。ありがとう。よかったらフォローしてください。また明日も配信します。バイバーイ。